ジョン・サーティースと会話する中村義雄。1968年、オランダ GP にて中村義雄は、ホンダ技研工業のエンジン技術者で、元ホンダ第一チームの監督、山口県下関市入江町出身、山口中学校、山口高等学校を経て、1940年4月に、東京帝国大学工学部航空学科入学、1942年9月、 繰り上げ卒業。同年中島飛行機に入社、航空エンジン開発部門のエンジニアを務め、同時に帝国陸軍の抗議注意として、陸軍航空技術研究所や陸軍航空審査部に、属し超大型へ爆撃機、富岳やジェット戦闘襲撃機器に0 1下流などの開発に携わる。敗戦後、 1950年オート三輪メーカーの日本内燃機製造に転職。その後黒金が経営危機に陥ったため、1958年3月にホンダに入社した。当時オート外専業メーカーだったホンダには自動車のことがわかるエンジニアがほとんどいなかったため、入社後間もなく、ホンダ技術研究所の四輪開発部隊の責任者を任される。 中村は S500 や T360 といった市販車の開発の指揮を取る一方で、第一チームの監督となり、1964年よりスタートしたホンダの F1 参戦の責任者となる。1965年はシーズン当初こそホンダ総一郎の命令により、第一チームの監督から外れ市販車の開発に専念することになるが、最終戦。 メキシコグランプリを前に、会一チームの監督に復帰。海抜2000メートルを超える高地で開催される、道グランプリでは、かつて航空機エンジンを開発した中村の知識と経験が大きくいき、リッチー・ギンサーが、ホンダの F1 における初勝利を飾った。この時中村は、東京の本社へ、ユリウス・カイサルに習った、ベニ、ビディ、ビシの伝聞を送っている。 1966年は再び会一チームの監督から外れたが、翌1967年には3度会一チームの監督に復帰。この頃ホンダは新車の販売不振に伴い、モータースポーツ活動を縮小する方向に向かっており、二輪のロードレース世界選手権、四輪の F2 などから撤退していたが、中村はこの年からホンダ会一のドライバーとなった。 ジョン・サーティースらの協力を得て、イギリスで独自にガレージを構えて、開一参戦を継続する道を選択。そのためシャシーを、イギリスのレーシングカーコンストラクターであるローラと共同開発するなど体制を一新した。その甲斐あってか、同年のイタリアグランプリでは、ローラと共同開発した、ホンダ RA300 に乗るサーティースが、ホンダ開一としての通算2勝目を挙げる。 このため1968年シーズンは好成績が期待されたが実際にはホンダ総一郎が空冷エンジンを搭載したホンダ RA302 による回一三戦をぶち上げたことの煽りを受けるなどの問題が重なり結果は不審に終わる。またローラとの提携後も回一用のエンジンだけは日本の研究所で開発を行ってきたがホンダの小型四輪車として 最初のヒット作となるシビックの開発へリソースを振り向けるため、同年限りで中村は海一からの撤退を決断した。海一撤退後はホンダの欧州駐在員となる。ただこれも実際には海一活動においてホンダ総一郎とあまりにも激しく対立したため、日本に帰れなくなってしまったのだと言われている。中村が日本に戻ったのはホンダ総一郎が、 ホンダの社長を退任した1973年のことであった。帰国後は、同社常務を経て、1977年に特別顧問に退く。第一線を退いた後、第一などのモータースポーツに関する批評活動も展開し、数多くの著書を残した。三栄書房の自動車雑誌、モーターハンにコラム連載を持ち、 1994年に死去するまで連載を続けた。死後のモーターハンシには自身が生前に書いておいた死亡時のための原稿が掲載された。中村とホンダの関係を説明することは難しい。まず、ホンダ像とでも言うべきものが、初期には業界の伝説であったものが、やがて企業広告の一部となり、また日産やトヨタのような大手ではあくまで企業として、 例えばスカイラインの広告としてコントロールされた下で桜井真一郎といった人物像が作られたのに対しホンダの場合はホンダというブランドイメージそのものを体現する人としてまた立志電中の人として第三者による電気等も多くあくまでエンジニアとしての視点から物事を綴った中村の文章と前提に違いがあるからであるまたそのように ホンダのイメージが一般向けには作られた一方で、モータースポーツや自動車のようなマニア筋の多い世界では、10年もすれば雑誌等で非公式的なあの時、実はといったようなエピソードも語られ始めるのが常である。空霊の件など、ある時期を過ぎれば、そちらの方が何度も語られるようになって、さらに逆のフォロー等も必要になったりするわけである。例えば、 後年の10回としては、世間では、親父さんと私が仲たがいしたように、受け取られているようだが、空霊か水霊かをめぐる喧嘩はあくまで技術論上のやりとりであって、どうも誤解されているようだという言葉や、その技術的な対立についても、全体的に見れば、本田社長と完全に意見が一致した項目の方が、意見が一致しないで、従業員の立場にある私がやむを得ず、 屈しなければならなかった項目よりはるかに多かったといった言葉もある。もちろんその一方でその技術論としては空冷水冷の件で結局本田社長は最も基本的な熱力学の物理法則を理解していないのでいくら言っても論争が噛み合わないのですという辛辣な言葉もある。従って一つ一つのエピソードや残された記述をそのままに解するのではなく その前後の流れや背景を読み解く必要があり、簡単ではないのである。人間としては尊敬できるが、技術者としては尊敬できないと語るように、両者の関係は、良好とは言い難い部分があった。中村の場合、単に会一活動だけをやっていただけではなく、本田技研の市販車の開発責任者でもあり、会一参戦初年度はチームを率いて、現場を回るが、 翌年は市販車の開発に比重を置くために本社に残留し、市販四輪車の基礎を担った。この状況がホンダとの圧力の要因となる。ホンダが空冷エンジンに固執し、走る実験室と呼ばれた、階一だけでなく、市販車にまで技術的に限界のある空冷で押し通すのは、ホンダ技研にとってマイナスであり、ホンダの理工学的な無理解。 そして開発において強大な権限が、ホンダにあり、決定が下されると技術者はそれに従うしかない、状況に対しこのような社長の下で働くことに、対して嫌気がさし中村も一旦辞めることを決心。したが、川島清ら役員の、本田総一郎は、もうすぐ引退させるからという理由により、ヨーロッパ事務局を設立し、ロンドンで約3年を過ごす。 その3年間は時折帰国して本社に出勤するも、ホンダとは一度も顔を合わせない徹底ぶりであった。また、世間にるふされた、ホンダ総一郎とは、藤沢武雄が世の中に受けるように脚色した巨像であって、真実ではないと、辞書、一人ぼっちの風雲児において指摘している。これは、藤沢自身が最後の仕事として、この巨像を打ち消さねばならないというのを、 中村も聞いているという。しかし、一方で、人間としては尊敬できると語るように、特定産業振興臨時措置法案をめぐり、普通の社長なら、今後のことも考えて、役人と適当なところで妥協するだろうが、本田総一郎は、会社と従業員を守るために徹底的に官僚と戦った点などを評価している。 会一は走る実験室というのは参戦資金を確保するための口実でしかなく本来間違っていると述解している。ありがとうございます。